はい、みなさんこんにちは。えなです。たかです。リブログです。私たちはお腹空いてます。今から食べに行きます。今日は名古屋で有名な鳥銀本店さんに行きたいと思います。はい、チキンのレストランです。名古屋のブランド、名古屋コーチンを取り扱ってる鶏肉専門料理店ですね。それは3回早く言って。鶏肉専門料理店別に難しくないよ。私は1回も言えないと思うよ鶏肉専門料理店。そう、鶏肉を食べていきたいと思います。はい、生もあれば焼き鳥、鍋、いろいろあります。もうとりあえず全部鶏でできてる料理を今日食べたいと思います。行きますか。イエス、行きましょう。場所はちなみに名古屋の中心栄にあります。これですよ。こちらです。鳥銀本店名古屋コーチン。ご一つのお客様ですね。はい、ありがとうございます。本店にさっき入ったけど、予約したから違う店舗に案内された、この一つのエリアに4つの鳥銀があって、それ全部運用が一緒で、だからどこに行くか分かんないよ。そう、予約してそこから案内されるので今回個室の部屋だからこっちに来ました。雰囲気めちゃめちゃいいよ。ここめっちゃモダンな和室に入ってるみたいな感じだね。はい、生ビールの方、はい、ありがとうございます。まずは乾杯。書いてあるよ。うまっ。鳥銀本店。はい。何？二口目いちゃダメですか、社長？そう。もう高の一口二口でこれがもう飲んじゃうから。もったいないよ。うまい。まあ皆さんビールが好きな人が多いかと思いますけど、そこまで感動するの？めちゃめちゃうまい。どこで飲んでも同じだけどね、味は。味ない。一日仕事して終わった後のビールはうまい。これ全く味ないんですけど、これを飲んでからこれを飲むと全く味ないよ。なくなっちゃう。ダメです。メニュー頼みましょうか。はい、OK。じゃあ見ましょう。先ほど料理もおすすめされたけど、とりあえず名古屋コーチンということで、刺身の名古屋コーチンと手羽先の名古屋コーチンと、なんか串揚げの、串揚げじゃない、串なんだっけ、鳥、焼き鳥、それ焼き鳥の組み合わせ、もあれだよ、ね、社長は二口で酔っ払いました。高知の手羽先唐揚げ、はい、3本盛りで3本でよろしいですか。はい、はい、あと高知の味噌串カツ、はい、銀杏、はい、あと焼きそら豆、そら豆、焼きそら豆、はい。お腹減りましたね、本当に。楽しみ。ペコペコマンです。だったらもっと注文すればよかったよ。いや、一気に来ると冷たくなっちゃうから、はい、だんだん来たい。めっちゃおしゃれなお年が来たよ。チキンとなんか煮込んだなんとか、あとドデニっぽいね。これは日本語でなんて言うの、このベビーキャベツみたいな。ベビーキャベツ多分なんて言うんだろう、小さいキャベツ小キャベツじゃいただきます。なんかさっぱりで、さっぱりだね。いや、いいよね。ちょっとわさびの風味をパーッと効いて。わさびの風味？うん、違う違うなんかこうさっぱりとしたさ、ちょっとトゲのあるパーンとくる風味が美味しい。なんだろう、わさび。うん、うまっ。やばいね。一口は今食べて、一杯はもう飲み終わったり。何を文句言われることがありますか。
もう注文しちゃダメだよ。じゃあ帰ろう。はい、お会計。押していい？お会計。ダメ。これやっぱりわさびの風味があったね。ですよね。ですよね。これやっぱりわさびの風味でしたよね。わさびの葉っぱなのかな。わかんない。社長も早いやんペース。ね、いつもより、ね。喉乾いた。あとこの梅酒めちゃめちゃ美味しいよ。鶏の味噌串カツは来たよ。めっちゃ美味しそうだね。ザ名古屋だよ、ね、名古屋コーチに味噌カツ。めちゃめちゃいい匂いするし。やっぱり私はあの味噌カツはチキン派かもしれないよ。あ、豚とか牛より。うん、やさっぱりしてる。めちゃめちゃ美味しいこれ。ネギが振ってるのもいいアクセントになる。ね、見た目もいいしね。うん、そう。色がついてる。来ました。名古屋コーチンの手羽先。動画で分かりにくいかもしれないけど、めっちゃでかいよ。もう2倍のサイズだよ。普通の手羽先より。この手羽先はさすがに名古屋人がよく食べる、こう一気に一口でいくのは無理だね。こう横からかぶりつかないと、ね、口に入んないもん、この縦で。うん、カリカリ、うん、うわ、うまっ。うん、この大きさですよ。うん、パリッパリだね、うん、で、甘辛のタレでごまの風味も振ってあるからして、何よりお肉がパンパンでしっかりしてるね。なんか上品な味付けって感じ。山ちゃんはさ、塩コショウがさめっちゃ振ってあるじゃん。上品じゃないよ、そうね。これすごい上品な味付けって感じ。完璧なバランスを保ちながら、うん、みたいな。味が濃いわけでもなく薄いわけでもなくパーフェクトバランス。これすごくね。と、そら豆これやばくない。もうこんな見たことないよ。こんな感じで、塩をつけて。これ剥かなきゃいけないでしょ、皮を。え、そのまま食べる。まあ、そのまま食べる人もいる。え、これちょっとかじるとそれがプルって取れて中だけ食べる人もいるし、そのまま皮ごと食べる人もいるから、まあどっちが好みかで。もうこれはもう皮だと思ってた。なんで2つの皮があるの。そら豆。なんかアスパラの味しない。アスパラとは全然違うんじゃない社長。なんかアスパラに近いな、味として。これ今度さ、そのままそのままいったら皮ごとどっちが美味しいか。いけるの。いけるよ。うん、両方美味しいよね。うん、美味しい。そら豆くん、そのままいっかな。岩塩つけて、うん、串焼きで、じゃ椎茸2本と、あとは梅じそ巻きを1本とチーズ焼きを1本、じゃあネギマ1本。はい、はい、以上です。うまそう。うわ、めっちゃいい匂いするね。椎茸の香りすごい、ね、あれ椎茸だね。やばいね。でもこれもめっちゃ美味しそうだよ。これ梅じそ巻きじゃん、ね、これを食べよう。しいたけ、うん、めっちゃ美味しい。うん、これ思ってた通りに美味しい。しいたけ安定のうまさ。うまね。うまっ。ちょっと焦げの味も効いてて美味しい。肉もプリプリして弾力あって、うん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 、何がそんな一気にちゃんと味わって1個ずつ。なんで暑い間に食べないと。一個ずつ味わって。これ何。チーズ。チーズとチキンと。あ、チーズ焼き。シソ。名古屋コーチにチーズ乗っけてシソ乗っけてんのか、うん、うわ、一気に食べていいってと思ってないよ。うん、うん、ダメとも言ってないもん。うわ、うまっ。シソの香りがいいね。ね、チーズもこうとろけていくし、その後のシソの香りがこうパーンってきて、これまたよ、またいいよ、この巻き、シソ巻き、うん、これネギマ、うん、ネギマいい。ネギマです。このプリプリだもんね、肉が。
これはうまいわ。でしょ、もう本当にコーチンだから歯ごたえがいいよね。なんだろうね。これが梅じそ巻きです。梅としそと、おい、うん、梅の香りがいいね。ね、で、梅の香りってたと思ったら最後にまたしその香りが来るから美味しい。来ました、鶏わさ。あれね、何、生のチキンでしょ。そう、で、わさびであえて。絶対美味しいじゃん。うん、めっちゃ美味しい。ね、さっぱりしてそうだね。うん、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 なんか刺身みたい。そうだよ、刺身だよ。じゃなくて、あの鶏の刺身じゃなくて普通のなんかの魚の刺身みたい。そんなさっぱりしてる。うん、わさびがあるからかな。ああ、うん、なんかきゅうりもあれで本当になんかめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいしか言わない。あの梅酒2杯飲みました。はい、タカの食レポ、私より上手に。梅酒2杯飲んだ酔っ払い女。梅酒2杯で酔っ払いって相当簡単な人だね。幸せ者だね。そうだよ、安いよ。安い女だね、本当に。鶏わさいただきます。うん、わさびでいいよ。本当だ、うまっ。言って、魚みたい。なんかサーモンを食べてるみたいな感じ。魚の感じはしないけど。えー、あ、でもこう分かるよ、言いたいことは分かる。そのわさびのさっぱりしてて変な後味もないし、こうスッと入ってきて、で、わさびも効いてるから、醤油かけたら刺身になるかもっていう感じ。醤油かけてるでしょ、なんかかけてるよ。美味しいね。最後はいつもコーチン鍋です。だからコーチン鍋がチキンだから美味しいじゃなくて、めちゃくちゃ美味しいよこれ。味噌がすごい。味噌鍋、ここにしか食べれない。味噌仕立てと水炊きと選べるんですけど、いや、もう味噌仕立て、味噌仕立てのコーチン鍋マジでおすすめです。ここに来たら締めにこれ食べてください。来ました。もうこれだよ、この匂いだよ、これだよマジで。本当に赤味噌の匂いをする。うわ、めちゃめちゃ美味しそう。あれだよ、これうどん入れたらもう味噌煮込みうどんだよ。そう、今言おうとしたよ。締めでうどんくださいみたいな感じさ、入れたら絶対美味しいよね。欲しい、それ。もう匂いが半端じゃない。味噌煮込みが欲しい。うん、あのお豆腐とネギ、ニラ、卵、鶏肉のコーチン、いただきましょうか。これがね、マジでうまいの、マジで。でも、うどんは入れたいね。あー、染み渡る。うん、やっぱこの味噌の味付けがね、染み渡るのよ。辛すぎず、甘すぎず、最高。あと名古屋コーチンも。いや、あれだよ、このな、何、牛銀じゃなくて牛銀それ松阪市の松阪串のすき焼きが牛銀。ここは鳥銀。あ、鳥銀。本当に酔っ払ったね、社長。すごくない。梅酒2杯でこの酔っ払いよって、もうめっちゃ入ってたよ、絶対。奇跡だよ。今度からもう動画撮るときは梅酒1杯までだね。決まりだね、2杯禁止。のこの鍋が一番おいしいでしょ。そう、鶏銀のこの鍋マジで日本一うまいと思う。これがね、名古屋コーチンのプリプリの肉厚な、うん、この食べ応えと弾力と肉厚な感じで、味噌も吸ってるから噛むと油の甘さと味噌の甘さがこうギュッて出てきて、マジで相性抜群。卵超美味しい。トロトロ卵、半熟卵、コーチン卵、コーチン、うん、これはやばいわ。スープまで飲むのが一番だよ。そうだよ、これ熱いかな。熱いと、このスープがめっちゃ美味しい。うん、うん、これは最高だよ。これをこう、はい、はい、
こまで食べるのが正しいの。そうだよ。はあ。ああ。もう何もなくなっちゃった。ごちそうさまでした。ああ、久々に来たけど美味しかった、やっぱり。うん。これだよ、これ。これね。日本一うまい味噌鍋そう、本当に鳥銀の味噌鍋。この動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。名古屋に遊びに来る方はぜひ夜鳥銀さん特別な時に来ればいい。そうそうそう。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。